青カビの菌糸市場の構造が菌糸。青カビの菌糸には、核壁が存在する菌糸とは、菌類の体を構成する糸状の構造のことである。一般に言うカビやキノコなどは、主に菌糸がより集まったもので構成される。単細胞状態の菌類である酵母に対して、このように菌糸を形成した多細胞状態の菌類を市場菌と総称することがある。また、 偽菌類や放線菌など菌類以外の微生物にも菌糸を形成するものがある。菌糸菌糸は基本的には多細胞的なものであるが、菌糸を細胞に区切る核壁があるものとないものがある。核壁が全くないか、ところどころにのみ形成される場合、菌糸の内容は仕切りがなくて多数の核を含む原型質からなる多核体の構造となる。 ツボカビモンの鞘ドロモドキメや、接合筋モンのケカビメなどに、そのようなものが見られる。死のう菌類や短子菌類では菌糸には、規則的に核壁があって、菌糸は細胞に分かれているが、実際にはその間に連絡があり、多角体的な面が強い。菌糸の細胞壁の主要な構成成分は、多糖類である。ほとんどの菌類においては、その大部分はキチンである。他に、 キト酸やベータグルカンを同時に含んでいるものが多い。それらは繊維状となり、層をなしているのが普通である。菌糸を仕切っている板を核壁という。接合金衡の毛カビ目などでは菌糸には、原則的には核壁がなく古くなると作られたり、生殖器官のもとに形成される程度であるが、接合金衡でもキクセラ目などでは規則的な核壁が形成される。 ただし、キクセラ目のものでは、核壁の中央に、両側の細胞に突き出た、特有の管がある。死の菌類、短子菌類の菌糸には、規則的に核壁があり、それによって菌糸は細胞に分断されている。このような核壁は、核の分裂に連動して形成される。しかしながら、これらの菌類では、生殖部分を仕切る場合には完全な核壁が形成されるが、 通常の核壁には、実はその中央に穴があって、細胞間で行き来ができるようになっている。死脳菌類の場合、核壁は菌糸の軸に垂直な単なる細胞壁の板であるが、その中央部には一つの穴が開いている。この穴によって、両隣の細胞質は連続しており、それを通じて、ミトコンドリアなどの細胞器官や核までも行き来が可能である。事実、 死脳菌において、菌死体の中を核が時速1から4センチメートルの速度で移動することが確認されている。また、不完全菌において、他の菌死との接触によって、異質の核が導入され、それらが穴を通って移動して核が融合したり、するような過程で、優勢生殖と同等の効果が生じる、疑似優勢生殖が行われる例もある。端子菌類では、 隔壁の構造はさらに複雑で、中央の穴の周辺をる型に飛行し、その両側を小包体が帽子状になった穴棒と呼ばれる構造が覆っている。このような構造を持つ隔壁をドリボア隔壁という。この部分の詳細な構造は、解の分類群によっても異なっている。なお、核分裂と連動して形成される、規則的な隔壁を一時隔壁。 不規則的に形成されるものを不定核壁ということもある。椎茸の個実体の菌糸中央にカスガイ連結が見える菌類においては栄養体の核層は炭層である例が多い。したがって菌糸には炭層の核のみを含む。それらは有性生殖時に何らかの形で接合すると融合した核はほぼその場で減数分裂を行い炭層に戻る。 しかし、死脳菌と短子菌では、細胞の融合後に核が融合せず、一つの細胞に二つの核を含んだ状態を維持しながら菌子が成長する。これを二核菌子、あるいは二次菌子という。これは、死脳菌では、個実体の中でごくわずかに見られるが、短子菌ではむしろこの状態が普通であり、キノコを構成する菌子はすべてこれである。これらの菌子では、核壁の部分に、 特殊なカスガイ連結という構造ができる。古い菌糸の部分は先端からの距離に応じて活動やその成分が異なっていることが知られている。細胞壁の内側には細胞質があるが、ほとんどは細胞壁に面する部分に集まり、中央には液胞がある。菌糸が古くなるにつれて液胞は大きくなり、最終的には細胞は空胞化する。 菌糸はその先端部で新たな細胞壁が作られて、先へ伸びることで成長する。菌糸の成長部分により後方では、細胞室内に液胞があって、それが次第に拡大成長するので、これが原型室を前方へ押し出す力になっているとの説もある。菌糸先端部のすぐ後方では、小胞体で、細胞壁の成分が合成され、この成分は、小胞の形で前方へ押し出され、 新しい細胞壁の形成に使われる。それらの後方にはミトコンドリアが多数見られ、その活動が菌糸の成長に結びついているとされる。特に規則的な核壁を持つ菌糸の場合、先端部に光学顕微鏡では暗色に見える先端固定があり、先端成長と強く結びついていることが知られる。これは多数の商法やその他の構造が集まったもので、 その働きについては、まだ十分には分かっていない。多細胞の菌糸では、菌糸先端がある、程度成長した後に、その後方で核分裂を生じて新たな核壁が作られる。菌糸の成長は温度によって大きく変わるが、菌群によっても異なる。分子が生じる場合、菌糸先端のやや後方から新たな先端を生じて枝分かれができるものが多い。 先端部が2差分子をする例は少なく、壺カビ門の代わり水カビなどに見られる程度である。また、同種の菌糸が接触した場合に、そこで融合が起こることも知られている。寒天培地上のカビのコロニー白い面上の菌糸が見える寒天培地のような、菌質な気質上では、当初の菌糸の成長は、各方向に一様であるが、次第に中心から外へ向かう方向に、 向きが定まる傾向がある。結果として、菌主体は円形の形を取り、先端から一定距離に放射形成を生じて、同心円の形になることが多い。これは、野外でも往々にして起きることで、草原や芝生などで、キノコが輪の形に生じる現象が見られる。これを、近隣と言い、西洋では、妖精の踊った後であるとの伝承がある。外カビの 分成小柄と気中菌次第部分の菌子は、気質上を肺、あるいは潜り、周辺の気質を分解吸収している。しかし、それ以外の目的のために分化した菌子もある。特に生殖に関わる部分が分化する例が多く、それらは別の名で呼ばれることもある。それらに対する一般の菌子は、栄養菌子と呼ばれる。普通の場合、菌脂は、 気質中かその表面を成長するが、気質を離れて空中へ伸び出す場合もあり、それが生殖等に関わらない場合、これを気中禁止という。また、気中禁止が先端で気質に付着し、そこに菌糸を伸ばすような場合、これを特に補腹禁止ということもある。他に、栄養関係のものでは、寄生菌が宿主に付着させる、付着器、宿主内部に侵入させる吸気などもある。 結果日の栄養菌糸と胞子能柄菌糸を形成しない、ツボカビ類には胞子能を基質に固定するように根状の構造を持つものがあり、これを過根という。さらに一部の菌では、それがよく伸びて、その先に複数の胞子脳をつけるようになったものがある。このような場合、これを過根状菌糸体という。このような菌糸は、一般の菌糸に比べて細くやや不規則で、 先で枝分かれするにつれてさらに細くなる。一般の菌糸が細胞の並びに見えるのに対して、これは細胞の一部が伸び出したように見える。同様の過根状菌糸は菌糸を持つ壺カビ類、毛カビ目でも見られ、これらの場合、通常の菌糸の側面から、このような過根状菌糸を出すのが見られる。なお、クモの巣ハリ針刺しビ、クセレケカビなどの胞子の柄を立てる。 種の中で、その基部に、根状の菌種が限定的に生じるものも、過根というが、これはかなり性質の異なるものである。生殖に関わる構造も、菌種から生じる。それらは大抵は限定成長を行ってその先端に、生殖のための構造をつけるので、その構造を支える柄とみなされ、そのように名付けられる。例えばその構造が、 胞子脳であれば胞子脳柄、分生子であれば分生子柄と呼ばれる。それらの構造は分類上の重要な特徴ともなる。普通は、菌子の先端にそのための構造が形成され、そこに胞子を作るので、外性的に質がしたり、内性的に形成されたりと様々であるが、より菌子そのものから形成される場合もある。分成子においては、菌子が形成された後、その菌子の一部が、 胞子に変形することで形成される例がある。例えばアレウリオ型と言われるものは、分生子はまず菌子先端の細胞として形成され、その後に発達して、胞子として成熟する。また、分節型と言われるものは、菌子の先端の型から多数の隔壁を生じ、それらがバラバラになって、胞子となる。このような型をまとめて、サリックと呼ぶこともある。この他、 栄養菌糸の先端、あるいは介在的に一部が分断され、圧膜化して、胞子のようになったものを圧巻胞子という、古くなった菌糸で見られることもある。様々な菌群で見られ、比較的不規則で、分類形質としてはさほど重視されない。なお、菌糸そのものが切り離されることで増殖することも可能である。植物の株分けみたいなものであるが、一般的には、 菌類の培養における植え継ぎはこの方法で行われる。また、土壌よりの菌類分離法に土壌中から菌糸を洗い出し、これを培養する方法がある。実際に土壌中で活動している菌類を探す方法として使われる。椎茸の小実体の柄の部分複数の菌糸が組み合わさって構造を作る場合もある。特に高等な菌類に見られることが多い。 死脳菌や短視菌はその多くが、はっきりとした、小実体を形成する。特に短視菌の小実体はいわゆる、キノコ型で、大きくなるものがある。これらはいずれも多数の菌糸が並んで形成されるものである。単に糸状の菌糸が絡まり合うだけでなく、菌糸の各細胞が、球状に膨らみ、それらが隣接して一見すると、植物の柔ら組織のように見える場合もあり、これを、 偽アーラ組織という。また、猿の腰掛けなど、ほとんど木材のように、硬い小実体を形成するものもあるが、これも、非常に細胞壁が飛行した菌糸から形成される、ものである。小実体とは認められないが、胞子形成部が多数集合したものに小座がある。菌糸束の霊栄養菌糸にも、複数の菌糸が束になるものがある。特にキノコの菌糸によく見られる。 簡単な菌糸の束になったものを菌糸束という。複数の菌糸が寄り合い、あるいはその菌糸からの分子も絡み合うように、まとまって一本の菌糸のように伸びるものである。例えばある枯れ木についた菌が隣の枯れ木まで菌糸を伸ばすような場合に、このようなものが見られることがある。さらに構造が複雑になり、一見はかん束植物の根のような形になったものを形成するものもある。 その表面に厚い細胞壁を持つ菌糸が並んで、硬くて着色した外皮のようになり、先端には柔らかな菌糸の先が並んで、まるで根の先端のように見えるものである。このようなものは根状菌糸束と呼ばれる。他に菌糸だけが集まって海上になったものに菌格がある。一般的には耐久性の構造である。漢字ダアルビカンスの偽菌糸写真左側の 市場構造が偽菌禁完全な繊維状ではなく、細長い酵母細胞が連なっている菌子からなる。体は菌類の典型と言って良いが、菌類の形態としては単細胞の形からなる酵母という形態もある。一般に生物の進化は単細胞から多細胞へという方向があるように言われる。もちろん菌類に関しても当然そうであるとはいえ、必ずしも 酵母の方が原始的であるとは考えない。むしろ、菌類全体に多細胞化の傾向が強くないためもあり、酵母の姿も菌類の適応の一つの方だとの見方が一般的である。実際、環境条件によって酵母と菌子の形を使い分ける例や、生活感の中で酵母の時期と菌子の時期を持つ例がある。このように酵母型と、 禁止型の両方の形態を取り得る性質をに、形成と呼ぶ。なお、酵母に、禁煙のもので、質が的に形成された新しい細胞が、それぞれ独立しないために禁止に近い姿になるものがある。これを、二セ禁止体と呼ぶ場合がある。病原性心筋にはに形成を持つものが多く、代表的な病原心筋の一種である、カンジダ・アルビカンスなどは、感染した宿主の体内で、 公母型、偽セ禁止、禁止型のすべての形態を取り得ることが知られている。また、禁止ではあるがごく短くしか発達せず、あるいは短い部分に分かれてしまうようなものを、分節禁止体という、生えカビ目などに見られるものである。青カビの構造もし図朝の実に生えた、水カビ類かつては菌類であると考えられていたが、現在では系統をことにするものと考えられ、 近海に含めないものを偽菌類という。特に水カビなどを含む卵菌類は非常に菌類に似た生物である。その体は気質中や水中に伸びる先端成長を行う糸状の構造であり、その表面で気質を分解吸収することも同じである。かつてはツボカビ類とともに弁毛菌の名で菌類の一つとみなされた。現在では 滑走や形相などと同じストラメノパイルという群に含まれることが判明し、近海からは外されている。水カビ類の一つ、綿たカビの菌糸かつてはこの類の構造も当然のように菌糸と呼んだが、菌類ではないとの判断となった現在ではそれを躊躇する向きもある。しかし、形態的にも機能的にも菌子であるから、そう呼ぶのは不思議ではなく、現在もそう呼ばれることが多い。 菌類との相違点として、細胞壁がセルロースを主成分にしている点が挙げられる。水カビ類は非常に菌糸が太く、成長が早い。また、過根状菌糸を持っている。腐敗カビや、その他のものは、やや細くて比較的均一な菌糸を持つものが多い。つゆカビ目は、植物寄生菌で、宿主細胞内に吸気を伸ばす。放線菌は、 グラム陽性肝菌に分類される細菌の一種である。放線菌は原核生物であり、真核生物である菌類とは、生物学的に大きく異なるが、細菌の中では、例外的に菌種を形成する。通常の細菌が二分裂による増殖をするのに、対して放線菌は分岐した菌種による先端成長を行い、または位置上で培養すると、 菌金紙を着生してその先端に無症胞肢を形成するという菌類とよく似た形態を示すものが多い。細胞壁の構成成分は菌類のものと異なり、新生細菌の細胞壁成分であるペプチドグリカンや結核菌やジフテリア菌と共通の細胞壁成分であるミコール酸などから成り立っている。また、放線菌の菌種は菌類のものと比べて細いものが多く、 通常直径1メートル程度からそれ以下である。ありがとうございます。